シーフネッツセミナーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。株式会社シーフネッツアセットマネジメント事業部の木伏でございます。今週もですね、皆様に制約実例の方をご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するオーナー様ですね、こちら50代の男性となっておりまして、サラリーマンの方でございます。年収900万円、自己資金としては2000万円程度ですね、となっております。今回不動産投資の目的といたしましては、年金対策でしたり、現金をですね、不動産現物資産に置き換えたいといった方針となっております。それでは早速実例ですね、ご紹介していきたいと思います。はい、今回のオーナー様ですね、先ほどちらっとお話ししましたが、今回 M 様ですね、首都圏在住の50代の男性の方、家族構成といたしましては、 M 様と奥様、そしてお子様がお二人ですね、計4人家族になっております。サラリーマンで年収が900万円ほどとなっておりまして、自己資金は2000万円ほどとなります。オーナー様の投資経歴ですね、こちら不動産投資はすでにですね、7年ほどやられております。金融資産ですね、といたしましては総額約3000万円ほどですね、ございます。資産の内訳といたしましては、ワンルームの物件ですね、こちらを2部屋お持ちになっております。その他はですね、現金でしたり株投資信託でですね、資産を築いておられます。今回の目的ですね、先ほど冒頭でも申し上げましたが、現金を不動産に置き換えたい、さらに資産をどんどんですね、広げていきたい、さらに年金対策としてですね、将来的な収入源の増加を見込んでですね、今回不動産をご購入されました。融資についてなんですけれども、今回現金でのご購入といった形になります。というのもですね、今回のお客様、50代といったところで定年退職が間近といったところですね。なのでもうすぐすぐ貯金をですね、切り崩していく生活が始まると思うと、それはもう現金で買って毎月ですね、コツコツキャッシュフローで手元にお金が入ってくる、そういう買い方をですね、ご紹介させていただきました。今回ご購入いただいた物件ですね、こちら中央区の物件になります。最寄り駅まで徒歩2分とですね、非常に立地のいい物件になりますね。で、物件の概要としましては、ワンルームのお部屋ですね。で、築38年、総戸数70戸ほど、しっかりこちら規模感も、取れているようなマンションでございます。SRC 像の物件ですね。で、現在6万8000円で賃貸中の物件でした。もうすでにですね、賃貸中というところで、この投資目的の、毎月コツコツキャッシュフローを得たいといったところにもですね、ぴったり収まるような物件でございます。で、物件の価格が1500万円となっております。では、この物件実際にご購入いただいた後のキャッシュフローツリーの流れですね、こちら解説していきたいと思います。はい、まずこちら物件価格が1500万円、賃料がですね、6万8000となりますので、表面利回り 5.44% となります。さらに購入にあたって諸費用ですね、こちらが120万円ほどかかってまいります。はい、その際キャッシュフローツリーがですね、こちらですね、GPI 潜在総収入、こちらが 81.6 万円、こちらからですね、年間の空室率でしたり、未回収損、こちらが 5% 分、加味しまして 4.08 万円となります。ですので、GPI 引くことのこちら空室率未回収損といったところで、EGI 実効総収入ですね、こちらが 77.52 万円となります。そして物件をですね、お持ちいただく以上、年間かかってくるコスト、運営費用ですね、こちらが約25万円ほどとなりますので、EGI 引くことの OPEX でですね、営業純利益 NOI の方が 52.52 万円となります。で、今回現金でのご購入の、事例になりますので、年間の返済ですね、 ADS の方は0円となります。そのため、NOI の金額がそのままキャッシュフローですね、税引き前のキャッシュフローに降りてくる形となります。ですので、このシミュレーション通りですね、運営が進めば年間約 52.52 万円税引き前で手元に残る形になります。今回の目的ですね、再度おさらいなんですけれども、年金対策でですね、毎月コツコツキャッシュフローを得ていきたいといった考え方、さらに現金を現物資産に置き換えてですね、資産の減っていくのをですね、食い止めたいといった形でございます。そのためですね、提案の理由といたしましては、中央区の中でですね、最寄り駅より徒歩2分という立地の良さですね。まさにエリア柄ですね、この辺はもう入居付けもう困らないエリアといったところでご紹介させていただきました。資産価値の落ちないエリアでですね、コツコツキャッシュフローを生み出せるような物件といったところで、お客様の投資目的にですね、バッチリ沿うような物件だったなと思っております。はい、それでは実際こういった物件、どこで情報をですね、ゲットすればいいのかといったお話になります。こちら、ぜひですね、興味がある方、ご相談したい方におすすめの3つのイベントとなっておりまして、YouTube の配信で行っております、区分ワンルーム新着物件説明会、こちら事前申し込みいただければですね、どなたでも物件の情報が手に入るチャンスでございます。
さらにもう一つですね、こちら物件見学会リアル開催といったところで、こちら月に1回か2回ほどですね、弊社東京本社にお集まりいただいて、車でですね移動して物件を 4,5 件回ってみるようなイベントとなっております。まあ、実際に現地に足を運ぶことによってですね、物件のどの辺が良くてどの辺がダメなのかといった目利き力が非常にですね伸ばせるイベントかなと思います。で、まあ、それよりもまず入り口のところ、どうやって不動産投資を始めればいいのか、どんな物件を買えばいいのかわからない方ですね、ぜひこちら個別相談会もですね定期的に開催しておりますので、こちらオンライン対面等でですねご対応させていただいております。ぜひお気軽にお申し込みいただければなと思いますので、概要欄の方からチェックしていただければと思います。では本日もですねこちらご覧いただいてありがとうございました。